28日後楽園ホールにてスターダムイン KORAKUEN2024 セプ2が開催メインイベントでは渡辺桃テクラの持つゴッデス・オブ・スターダム王座タッグ王座にジュリアンド・カシマサキが挑戦した7月の後楽園ホール大会ではゴッドズ・アイ・アカリサザナミの持つゴッデス王座に大江戸対渡辺桃テクラが挑戦し さざ波の裏切りによりベルトが大江戸隊に移動。8月にリーダーである片なら夏子が突如大江戸隊の解散を宣言し、2015年から続く長寿ユニットは10周年を前に幕を閉じた。元大江戸隊メンバーは新ヒールユニット、HATE、HATE に合流し、全女子プロレス改正派に向けてた団体へと進出を続けている。そんな中、 今月14日の大阪大会でゴッドズアイと h a t e が戦い、桃の狂気攻撃からサザナミがバズソーキックをカシマへ叩き込み勝利。これにジュリがぶち切れ、カシマをパートナーにベルト挑戦を宣言した。この日の試合は、場外乱闘でヘイトがカシマを袋叩きにした以外はリング上では成功法の戦いに。 ジュリが打撃で圧倒しカ島が騎士改正で一発逆転を狙うが、これを返したテクラがジュリにスピアー、モモが鹿島に B ドライバーからピーチサンライズで3カウントを奪った。終わってみれば余裕を残した勝利となったモモは、あんなクソ雑魚私たちの相手にならないってわけ。今日は防衛して、昨日はクソ戦女に出て、今度はクソディアナに出て、私忙しすぎねえか。忙しくても、 世界の女子プロレスはヘイト、いや渡辺桃を求めてんだよな。おいてめえら、私が全女子プロレス界制覇するとこ見てろよくそがとにやりと笑って宣言。テクラは10月5日の名古屋大会で夏恋の持つワンダー・オブ・スターダム王座、白いベルト、の挑戦を決め、二冠王になることを約束した。 トーラナツコルアカは10月14日の仙台ガールズで橋本千尋優が持つタッグ王座挑戦が決まっており、10月13日には渡辺桃がディアナで梅崎春香とシングルマッチが決定。他団体を荒らし回る HATE が女子プロレス界の最強ヒールユニットになる日も相当遠くない未来かもしれない。